ディップスティックビルはニューヨークシマンハッタイクミッドタウンに立つ高層ビルである。3番街53丁目とも呼ばれる。ディップスティックビルは34階建て高さ138メートルで、住所はニューヨークシマンハッタン東53丁目と54丁目の間の3番街885号に位置する。交差点の向かいにシティグループセンターがある。 1986年に完成した。このビルはジョン・バーギー建築士がフィリップ・ジョンソンと共に設計した。このビルの名前はその色と形がリップスティックと似ていることから名付けられた。このビルの構造は3段階のセットバックとなっている。このビルの楕円形の土地占有面積は通常の四角形よりも少ない。土台部分は2階分の高さの列柱が取り巻いており、 外壁は加工岩と鉄からなっている。レンマドは灰色となっている。この曲面上のファサードは光を様々な方向に反射するようになっている。ゴールドバーガー、ポール、フィリップ・ジョンソン、アーキテクチャー、エスレストレス・インテレクト、d s r アト98、ザ・ニューヨーク・タイムズ、h t t p コロンスラッシュスラッシュ www.nytimes.com スラッシュ2005スラッシュ01スラッシュ27スラッシュアーツスラッシュデザインスラッシュ 27jon.html2010 on. h 年3月13日閲覧ありがとうございます。